皆さんこんにちは。今日は皆さんに、お知らせがいくつかあります。お付き合いください。来たる6月6日から、22日のあたりぐらいまで、日本に帰国しております。その間、もし、僕のレッスンを受けたい方がいらっしゃいましたら、ぜひ、メッセージにてご連絡をください。なおですね、できれば携帯電話の、メールアドレスではなく、ホットメールでも、G メールでも、Yahoo メールでも何でもいいですので、なるべく、携帯からのメールアドレスを使わないようにしてもらえますか。海外のサーバーからアクセスが拒否されたりとか、そういうことがありますのでお気をつけください。はい、それとですね、5月の15日から6月5日まで、私個人的な、演奏の旅行がありまして、シンガポールを離れることになります。ちょっと長い間ですので、動画のアップがまたまちまちになってしまうかなと思います。ご了承ください。今一生懸命取りだめをしてますので、なんとかうまくその4週間ぐらいですか、動画がコンスタントにアップできるように作っておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でですね、6月に僕日本に帰ると言いましたけれども、まあ休暇がちょうどこの6月にあるんですけれども、ちょっといろんなところお出かけをしようかなと思って、一つ出没情報をお伝えしたいなと思います。6月8日、新大久保のダクという、管楽器専門店のお店ですね。僕ももうかれこれ25年30年近くお世話になってる、楽器屋さんなんですけれども、そこの地下スペースのルーというコンサートホールで、九州交響楽団の鈴木浩二先生、そしてその奥様のピアニストである、土井由美子先生の、デュオリサイタルがございます。会場6時半、開演、夜7時となっております。あとですね、僕はそこには行かないんですけども、6月24日、広島のエリザベト音楽大学のザビエルホールというところで、2時半、開場、そして3時開演ということで、同じく鈴木浩二先生と土井由美子先生のデュオリサイタルがございます。お問い合わせはここの下の方にメールアドレスを載せておきますので、ぜひそちらの方に、チケットのご予約等をよろしくお願いします。鈴木先生はですね、僕が高校生の頃からいろいろアドバイスをいただいたりとか、お世話になってかれこれもう20年以上のお付き合いになるんですね。ですので、私も、シンガポール交響楽団でもしチャンスがあったら、鈴木さんに、何回かお願いして、なかなか現実にはならないんですけれども、一緒に吹けたらなとか、まあ、日本に帰った時にでも、鈴木先生の、演奏を聞いたりですとか、一緒にお酒飲んだりとかして、楽しいお話をさせていただいております。ぜひ、お時間がある方は鈴木先生のコンサートに行ってあげてください。そして、余談なんですけれど、管楽器専門店ダックさんの下のスペースドゥっていうコンサートを行かれたことありますか。素晴らしいコンサートホールなんですけれども、実はこけら落としはですね、僕がやってるんですね。僕と僕の師匠のオイスティン・ボーズビック先生のデュオリサイタルがこけら落としだったんです。中学生とか高校生ぐらいの、方々は全然ご存知ないかと思うんですけれども、そういったいきさつのある場所です。皆さん、スペースドゥでお会いしましょう。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方をよろしくお願いします。